今日は2021年の5月の23日で、本来だったらね、あと2週間くらいはカラッとね、晴れたね、いい天気が続くはずなんですがね、今年はちょっとダメみたいなんですよね。もう九州の方じゃ梅雨に入ってるっていうし、こっちの関東もね、この前ゴールデンウィーク明けたと思ったらずっと曇りでね、で飛び石のように雨が挟まってるっていう状況ですからね、もう体感的には先週もう5月10日から梅雨って感じですよ、関東はね。で今日はたまたまの晴れ間って、そういうところですね。奇跡的ですよ、こんないい感じなのは。本来こういうのがあと2週間続くのになってね、いや本当にね、もうジメジメくるとやってらんないな。これがね、変なねウイルス騒動がなければね、降ったら降ったね、博物館とかそういったね屋内的なところ行けるんですがね、でもそういったところはなんか事前に前売り券があったりとか、あとなんか検温だとかなんだなんだね、本当にね人数制限とかもううるさくてかなわないですからね。まあ、今回のねウイルス騒動で如実に現れたっていうのは、本当今の日本人って臆病すぎますよね、本当にね。はっきり言ってこの今回の武漢肺炎ウイルスって言っても、かかったからって確実に死ぬってわけじゃないんですよね。このエボラ出血熱とか狂犬病ウイルスみたいにね、まあ、それだったら大変ですけれど、まあ、年寄りとか糖尿を持ってる人とか、あるいはこの体の弱い人は非常に危ないですけれど、もう若くてねもう生きのいい人だったら感染したって無症状でそのままねもうスルーしちゃうわけですからね。雑に言うと死なない病気、死なないばい菌ウイルスに怯えてるわけなんですよね。人間ね、どんなにこのそういったところに健康に気をつけていっても死ぬときは死にますからね。つうかね、確実に死ぬわけじゃない、死にはしないものになんでそこまで怯えるんだっていうのが、ちょっとそこがねあまり私にとっては理解ができないんですよ。いや本当に今の日本っていうのはね、ほんの些細なことでもピリ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 しますよ。ちょっとでも文句があっちゃいけないとか完璧でなきゃいけないみたいにね。やっぱり今戦争に行った世代がどんどん本当に死んじゃってますからね、年齢的にね。1945年で20歳だったとしても75にね、その20歳たちは95歳か、まあ、生きてる方が奇跡みたいな年齢ですからね。そういった人たちがどんどんいなくなっちゃってくると、本当に修羅場を、本当生きるか死ぬかの修羅場をくぐったことのない連中が、ね、社会の中枢になって、そうするとちょっとしたことでも怯えるわけですよね。戦争を経験したって人はね、実際に殺し合いしてるわけですからね、南の島とか大陸の方にね。俺がやられるか奴がやられるか、明日の命は分からないっていう日々を暮らしてきたわけで、本土にいるからだって安全じゃないわけなんですよね。1944、45になると毎日のようにね、頭の上からね機銃だの爆弾だの降ってくるわけですからね、生きたっぽししないんですよね。だから蛍の墓っていう映画を、まあ、3世代で見ても、まあ、当時公開された当時ですよ、じいちゃんばあちゃんとその子供とその孫と見ても、その子供と孫は大泣きして怖がってるんですけど、じいちゃんばあちゃんはなんだまたかみたいな感じなんですよね。その孫とか息子がなんでそんなの見て平気なのって言われても、いや何を今更、あんなの普通だったよ、あれぐらいでねガタガタ言ったんじゃ生きていけなかったからね、まあああいうこともあったさで済んじゃいますから、それだけもうタフになってんですよね。そう、それで映画続きで言ったら仁義なき戦いのファーストシーンもそうですよね。福音兵を演じていたその菅原文太ですか、この広島の闇市でゴタゴタがあって、で知り合いかなんかがこの敵対するこの闇市のチンピラヤクザにやられちゃったわけなんですよね。そしたらこうか、じゃあわしがやってやるけみたいに言って、その菅原文太その福音兵がこの復讐に行ってやっちゃって、でそこからそのヤクザ人生が始まるっていうわけだから、
本当に何か、荒っぽいなっていうかね、というか普通ね、そんなことあったらビビって逃げますよね。でも逃げないんですよね。だってもう戦地でもう死体とか戦闘とかも毎日そういった切った張ったのを修羅場くぐってたわけですからね。で内地に来て、そうやってヤクザ同士のその小競り合いなんて白兵戦の延長ですからね。まあ いやもうね、この際またもう一丁ね、人暴れしてね、このね、やっぱこの振り回してまた白兵戦をやるっていうのはどうってことねやみたいな、そういう風になってますからね。だから全然恐怖感とかビビりとかそういうのないんですよね。ちょっとぐらいね失敗したからってね、だからちょっとぐらい誰かがねこうやんちゃしたからで、だからなんだよってね、別にそれで人が死ぬわけでなし、弾が飛んでくるわけでなし、アホ草で、まあそういう意味で昭和の時代っていうのはおおらかであり、まあ雑であり荒っぽかったわけなんですよ。今はねそういった世代の人がいなくなっちゃって、本当の修羅場をくぐったことのないのがこう社会のなんていうか、中枢に入り始めると、本当にね、少しでもちょっとしたことがあるとおかしいとかね、間違っちゃいけないとか、本当に息苦しくなるんですよね。ちょっとぐらいなんていうかね、一文字打ち間違えるとか、ちょっと挨拶が遅れるだとか、だからなんだそれでなんか死ぬのかいってね、そういう風にまあ修羅場食ってると思うんですよね。別になんかなんだかんだだったっても、弾が飛んできた頭ぶち抜かれるわけじゃねえだろ